ビガン歴史都市はフィリピン、ルソン島の北部にあるビガンの街並みが登録されているユネスコの世界遺産。ビガンはルソン島のマニラの北約4 0 0トルにある都市。1574年に建設され16世紀からのスペインによる統治下で商業、貿易の拠点として栄えた。スペイン統治時代の街の名前はシューダー・フェルナンディナ。 この頃築かれたユニークな街並みは、スペイン、中国、ラテンアメリカの影響を受けていると言われている。マニラやセブにも同様の街並みが存在したが、太平洋戦争時、美顔の街並みだけは奇跡的に戦火を逃れた。ユネスコに推薦された建造物は120棟であり、そのうちの101棟は、バハイナバトと呼ばれる住宅である。 微岩のバハイナバトが多く残る地域は19世紀末までグレミオデメスティソスと呼ばれ、住民の多くは中国系メスティソである。バハイナバトはスペインの石像住居と中国で盛んだった洋行を元にフィリピンの気候風土に適応するように工夫され、メスティソによって建てられた点でフィリピンの多層文化を体現した建物として評価された。何反して石像ではなく、 木骨レンガ造りの2階建ての建物で1階は馬や野倉庫として利用され、風通しの良い2階が居住用のスペースとして利用されている。地元の郷土史家ダマソキングによると太平洋戦争中、アメリカ軍は急日本軍の進攻に対抗して美顔を砲撃しようとしていた。しかしながら猛虎の町周辺には日本軍兵士はいないから、 クレカンフ市教が、米軍に確約をしたため、この砲撃は取りやめになった。クレカンフ市教は、二人の日本人将校、高橋不二郎と成岡栄から、現地で結婚した私たち日本兵士たちは愛する家族を残して敗走するので、戦争によってこの美しい街が爆撃、破壊、略奪されることのないようをお願いします。と懇願された。年に、 憲兵隊長として赴任してきた高橋隊はアデラトレンティーの成岡将校はベレン・カスティーリョという女性と結婚していた。また、地元イロコス州知事の DV サベレアーノは、従って美顔の町は彼ら日本人の愛によって救われたのです。とも述べている。2003年の毎日新聞の特集取材によると高橋隊一家は、 戦後しばらくアデラさんの故郷で暮らしていたが、その後引っ越した。2年前、タイの娘が美顔に来たと聞いた。フロレンティノさんは滞在先を訪ねたが、娘は去った後だった。風の噂にアデラさんは、すでになく、二人の娘が今、マニラに暮らしていると聞いた。家族が平和に暮らした時代の思い出をたどるために、娘が、密かに町を訪ねたのだろう。 元ビガン市長秘書官のアントニオ・フロレンティノから聞いている。2009年作フィリピンのインディーズ映画イリーワは第二次大戦時にルソン島北部ビガンの街を爆撃から救った高橋大尉の実話が元になっている。主人公の高橋大義役は日本の若手俳優高島博之ヒロイン・フィデラ役はケイ・アバドが演じている。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。